はい、ポケットモンスターソードを実況プレイのパート44やっていきたいと思います。朽ちた盾を奪っていたシーソーコンビがですね、この辺多分ガラル粒子を作用する中ね、なんか企みがあるんですかね。野生のポケモンだと思うんですけども、突然ダイマックスしてこの、各地のスタジアムを襲撃しているということでですね、とりあえず3つのスタジアムを、助けたところなんですけれども、でこの真相コンビは、ソニアの研究所にある願い星を狙って、やってきているみたいです。早速助けに行きたいと思います。さて、ローズ委員長が集めていた願い星が今ここにあること、セレブリティにはお見通し。セレブリティでないあなた方には不釣り合いな代物です。我々に差し出しなさい。願い星とセレブには何の関係もありません。なんでそのこと知ってるかは知らないけどさ、あんたたちなんかに渡せるわけない。そのようですね。願い星の価値がわからないあなたたちには必要ありません。やれやれ、どうしましょう弟よ。困りましたね兄者。困ってんのはソニアと博士だよ。ホップ、ポケモンを強引にダイマックスさせて許さないぞ。それと朽ちた盾も返せ。おやおや、てっきりチャンピオンが来ると思えば、まさか負けた方がお出になるとは。またコテンパンに敗北を味わわせて差し上げましょうか。言い任されてんじゃないっつーの。その通りですよ。一度負けたくらいで気持ちまで負けてはダメです。やべ、わかった。よし、一緒に行こう。ひとまずこいつらに出てってもらうぞ。こいつらですと？兄者、我悔しい。こいつらごときにこいつら呼ばれされるなんて。ええ、高貴な者として無礼な態度は許せません。前より戦闘向きのポケモンで叩き潰して差し上げましょう。おお、出方変わってくる。でも失礼でやんないやめない。トータ君と愚足武者。愚足武者やだな。マジでそのバイウール一択だな。よし、まあ削った方だな。こっちか。二段ギル。よし、キリキさん。よし、光の壁をぶっ壊した。あるなら使え。あ、でも下見たくるのが強いな。よし、兄ちゃんの方やったな。点で大したことねえな。
いや、でも前回分かったことなんですけど、あれですね。マリー、スパイクタウンのジグリーダー引き継いだらしいですね。後で様子見に行ってみたいな。行ったらあるかな。アラベスクタウンもジグリーダービートに変わってるもんね。新チャンピオン同様に新ジグリーダーが2人も誕生してる。わ、トイレです。オフ。無双だね。リザードンよ。勝ったぞ。お前ほぼ何もしてないけどな。我々のトレーニング用のポケモンが負けるとは。あれ、戦闘武器してなかった？ふん、二人がかりとはいえ褒めてあげましょう。お前らも二人がかりに見えますがね。早く櫛と盾を返してポケモンを暴れさすのもやめろよ。よろしいでしょうか。お話し中失礼します。そっち危ないですよ。違う、こいつやっぱりか。潜入任務ご苦労でした。願い星は手に入れましたか？ソット様、シルディ様が時間を稼いでくれたおかげで。やっぱりな、怪しいと思ったんだよ。ちょっと待って、保管してた願い星。あら、見事にやられましたね。おかしすぎて逆立ちして お茶菓子しか食べられそうです。まあ、その逆立ちするのどっかの塚に刺さってろ。ふふ。先ほどの勝負はただのネクラマシ。我々戦う前から勝っていたんですよ。それではグッドバイ。あ、待て、どうして？ソニア博士、ごめんなさいね。最初から騙していたんですね。我々の計画のため仕方ないことなの。我々がもう一度王の末裔として君臨するために。ちゃあ、ちょっとそっとしとこうか。ちょっと待ってよ、静かに出て行っちゃってさ。だってソニア押し込んでたから。気を使ったつもりですが、確かに騙されたのは私のミス。持ち込んだ。でもはい、持ち込み終了。あいつら大量の願い星を持ってたの。発狂されたら大変なことになるし、しょげてる暇ないでしょ。大した玉ですね。大事件と向き合い、立派に成長したようですね。おばあ様、ダイマックスは人とポケモンの信頼があってこそ、真の力を引き出せます。あの者たちはおそらく、願い星のガラル粒子を強引に注入して、ダイマックスさせているのでしょう。だとすると、さすがはチャンピオン鍋、いい勘をしていますね。願い星が奪われた今、被害がもっと拡大するかもしれません。強引に大幕させられているポケモン、一体何のために？あいつらザシアンとザマゼンタの本性暴くとか言ってたぞ。女子さんが言ってた王の末裔ってのも気になる。もしかしてそのままの意味なの？鍋、タウンマップ見てみて。今度は4つのスタジアムで同時に大きな反応だわ。早速動き出してましたね。スタジアムがやばいとなると、今度こそマリーが危険では。あ、スパイクダウンは大丈夫。てかそもそもパワースポットのスタジアムないしね。そうでしたね。ダメ、のんびりしていられないぞ。ポケモンたちをズキャッと助けに行くっけないぞ。悪いけど、引き続きダイマックスの方よろしくね。こっちはこっちでシーソーコンビの居場所探ってるから。いやーでもまあ、ネズがあまりに気にしてるみたいだからね。会いに行ってみたらいいかな。うん。じゃあちょっと、
寄り道になっちゃうけど。そんな方にある感じじゃない。不在。なんだ、マリいねえのか。いないようっすね。なんだ残念。そしたらラテラルタウンから行こうかな。ラテラルタウンっていうことは格闘タイプだから、まあリザードままでいいね。いや、まああれかな、せっかくだからブリーンも出そう。皆さん、もしや助太刀に来てくださった？ま、付き合いですがね、どんな状況ですかね。今しがた観客の避難を終えて、これからダイマックスたちのお相手をいたそうかと。よし、みんなで力を合わせるぞ。お心遣い、しみ入ります。相手は苦手ですので、より一匹ずつお相手よろしくお願いします。では、参ります。お、スイッチ入った。スイッチ抜くと結構可愛い笑顔してんだけどな。一人でやるんだ。おう。ノブシン。では。皆さん、感謝します。大爆笑してた僕もたちは、おかげさまで元のように落ち着きました。彼らはこのスタジアムで保護いたしますので、ご安心ください。ナベさん、今度は私が助け出します。困った時は、お呼びください。おい。他に助けを求めている方がいるのなら、言ってあげてください。ラテラルスタジアムの平和は、私が一生懸命守りますゆえ。いいね。シーソーコンビが大量の願い星手に入れたから、ダイマックスされた僕も多くなったんだよな。これからもっと大変になりますね。ダイマックスが暴れてるスタジアムは残り3カ所、テンポ上げていきましょう。よっしゃ。
じゃあ、アラベスクくん。B とか。フェアリータイプだからな。無限大で行こう。ドラゴンだからちょっと不利だけど。あなたたち、ビート、ダイマックスは、僕が苦戦するとでも、エリートでありフェアリータイプのジムリーダーの僕が、そういえばジムリーダーだったな。エリートかどうかは知らないけど、もしかしてですよ、今頃助けに来たとか、そもそもエリートの僕にサポートは必要ないのに、相変わらずだな、心配してきたんだぞ。面倒なジムリーダーです。今度のジムチャレンジも大変なことになりそうですね。オリーブさんに騙されていいように使われてた僕、今こそ自分の生き方は自分で決めるのですよ。手始めナビさん、僕と勝負すべきです。え、あのさ、今そんな場合じゃないぞ。クイズ全問正解の坊や、生き急いでちゃダメさ。ビートはダイマックスポケモンを一人で3匹も沈めた。あんたらに時間をプレゼントしたようなもんさ。そもそもビートの人生に他人が口を挟むのはなしさ。もっとも私はめちゃくちゃ影響を与えてやったけどね。そういえばそうでしたね。まあまあまあ、さすが88歳年の子ってやつですかね。ポプラさんは関係ありません。これは僕のための戦いです。さあ、選択肢は一つ、イエスだけですよ。いいぜ、生まれ変わった僕とポケモンたちの素晴らしさ、ちょっとだけ見せてあげますよ。よし、やってみよう。鋼フェアリーか。やりにくいな。ジムリーたちの毎日があなたよりも僕を強くしたのです。だがレベル差がこれだ。物理を下げてくるけど、物理は覚えさせてないもんね。解放者、これまた一方的な戦いになりそうだ。無双してやる。あなたはガラルの歴史で最も強いチャンピオンかもしれないね。お、認められた。まだまだ。あなたの実力、引き出し上で勝ってみせます。そしたらお前あれじゃん、ジムリーダー速攻やめなきゃいけないじゃん。俺やだよ、このジムリーダーやんの。これは何かのミスです。だって僕はジムリーダーですよ。俺チャンピオンですけど。ありがとうございます。あなたをチャンピオンとようやく認められますよ。悔しいのですが、自分に足りないものが分かりました。僕はもっと強くなりますよ。フェアリータイプを極めますから。おう、
ではジムリーダーとしてジムスタジアムをきれいにします。今のポケモン勝負ピンクがたっぷりだったじゃないか。そうかな、独特しくなかった？それだけ。ジムチャレンジャーの権利を奪われてもトーナメントに乱入したり、あいつたくましいな。ジムリーダーとして認められたのもなんとなくだけどわかるぞ。いいため、正直うざいけどトレーナーとしてはすごいよな。強いよ、チャンピオンの前も認める強さかよ。君たちおしゃべりするなら紅茶でも用意しますかね。よし、負けてられないぞ。次行くぞ。次ダメ、他のとこで暴れてるダイマックスポケモンも早く何とかしてあげるぞ。残るポケモンスタジアムはあと2つですかね。よっしゃ、とりあえず一旦この辺で一区切りにしましょうか。まあビートでね、ジムリーダーとしての活躍も見られたことですし、次回は、そうですね、キルクススタジアムとナックルスタジアムですね、サクッと攻略しちゃいましょう。ではポケットモンスターソード実況プレイのパート44、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見ていけるな。